皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、大きな成功は小さな一歩からということについてお話をしていきたいと思います。成功の基準はもちろん人によっていろいろ違うと思うんですよね。まあ、お金的に言うとね、まあ、じゃあ例えば年収1000万稼ぎたいですとか、5000万稼ぎたいです、1億、ね、10億っていうのはいきなり言う人はいないかもしれないですけどね、そういう、まあ、お金的なもちろん大きな成功とかっていう一つの基準値が分かりやすいので、まあ、例には出すんですけれども、まあ、それをやりたい場合においていきなりそこを目指すと、まあ、大概できないんですよね。ゼロで稼いだことがない人が1億って稼ぐのってやっぱり無理なんですよ。稼ぎ方がそもそもわからないし、努力をどういうふうにしたらいいのかわからないしとかね、そういういろんな事情があります。なのでまず大きな成功は小さな一歩からっていうことを理解をしてほしいなというふうに考えるんですね。この時に周りとかっていうのはあまりね、比較対象にならないです。周りはもちろんいきなりポーンと稼げてしまうタイプの人とか、いきなりうまくいっちゃう人っていうのが、自分がやり始めた頃っていうのは目についちゃったりとかするかもしれないんですね。あの人はなんでできてるのに私はなんでできてないんだろうとかね。で、大抵人は表面上で見えることでしか判断できないので、その人が実は見えないところでどれだけ頑張ってるかまでおそらくわからないんですよ。体験談とかね、聞かない限りは。で、体験談ってなかなかそんなに外にはね出てきてないんです。だからその人がその状態になるまでにどれぐらい頑張ったか知らなくって、そのうまくいってる、その出来上がっちゃった状態だけを見て、自分も同じようになんでできないんだろうっていうふうに、ね、まあ、考える方もいらっしゃると思うんですけれども、絶対に小さな成功がまずあって、それがもう一回あって、ちょっと中くらいの成功になって、さらにそれがもう一個二個重なってっていう、大概段階を踏んでるケースが多いです。だから今自分が本当に大きく成功したいというふうに思った時に、どこを一つの目標設定の基準値にしたらいいのかっていうことを、まあ、考えないといけないと思うんですよね。だから成功の基準値っていうのは、人によってもちろん違うし、その時のステージによってどうするべきかっていうのが全然変わってきちゃうと思うんですよね。ですから大きな成功は遠いものばっかり最初から見ないで、まず小さな一歩で、小さな一歩を、やっていく時には、自分がやっぱその成功というか、できなかったことができたなっていうことをやっぱり自分で認めてあげて喜んであげないといけないんですよ。欠乏感でずっと仕事をしていると心が折れて続かない人が結構多いんですよね。だから小さなことでも成長した自分を喜んであげるっていう、そういう状態を身につけていくっていうのが、結果として大きな成功を身につけるための一つの成功法則かなっていうふうに思ってますので、どうぞご参考になさってください。それでは。